はいどうも、ヒデさんの動画になります。今日は面白い商品が発売しましたのでご紹介します。マキタ充電式空気入れ MP100DSH 本体のみですと MP100DZ 10.8V のスライドバッテリーを使った空気入れになります。私の手の感じとで大きさがわかりますかね。非常に小型でございます。で、10.8 のバッテリーを使うことができまして、今こちら4アンペアがついてますけれども、 10.8 の電池は 1.5 アンペアの電池も発売してますんで、そちらを使うことが可能です。で、口はこちらの口と、あとはですね、なくならないようにちゃんと本体に収納できるようになってます。ここに収納してあります。はい、というわけでこちらチラシなんですけれども、楽々空気入れなんて書いてありますね。でかでか車に入れてますけれども、一応ですね、こんな感じでいろいろなバルブに対応するということで、これだけバルブが入っています。今ですね、一番下に、1作業あたりの作業量、2回46回とかって書いてありますけれども、こちらの数字は 1.5 アンペア使用時の回数になってますね。まあ、ちょっと私の中では、少ないかなと思ったんですけれども、はい、こんな感じです。はい、次、こちらですね、空気圧を簡単設定ってことで、こちらのボタンを押すことで単位を切り替えて、プラスマイナスやって一定のところで止まるという作りになってます。というわけでこうですね、ここのボタンで、切り替えて、でっていう感じですね。はい、というわけで、弊社今回本体のみが10台入ってきました。フルセットはもうちょっとしたら発売するってことで、もう少々お待ちください。というわけで、充電式空気入れご紹介でした。で、まぁ、ちょっと私の個人的な願望として、アメリカの方ではこういった自転車が発売してるんですよね。なんかこれも日本で出ないかなって思ってるんですけれども。まぁ、そんな個人的な意見を入れつつ、マキタさんお願いします。以上、ヒデさんの動画でございました。